キノコでランドセル作れるの？アメリカのスタートアップ企業ボルトスレッツさんが開発したキノコ由来の皮マイロ、正直知らなくて驚いたけど、今回ボルトスレッツさんと業務提携をした土屋カバンさんのランドセルをいとこめいが使っていたこともあり、かなり興味が湧いた。どのようにしてマイロは作られているのかを調べてみると、木の粉とトウモロコシの茎の中でキノコ菌を培養してできた菌糸体を使っているそう。菌床栽培とほぼ同じ方法だね。つまりみんなが想像しているキノコではなく、木や木の粉の中に潜んでいる菌本体を使った皮ということ。私たちも黄色のヒラタケ、タモギタケを作ってるんだけど、菌床の中に伸びた菌糸体はかなりしっかりしていて、引き裂く時もバリバリと音を立てるほど。ここから動物の代わりになる皮ができるんじゃないかと考えたボルトスレッツ創業者、天才か。何よりそれを実現させるための行動力、人材、環境、タイミングが揃っていることが本当にすごい。この菌糸体は14日間で培養できるため、動物の皮よりもずっと環境への負荷が少なくなるそう。おそらく成長が早いヒラタケか、菌が強いマイタケを使ってるんじゃないかと思う。土屋カバンさんの高い技術と組み合わさって本格的に広がっていくかと思うと、これからの進化が楽しみ。乞うご期待する。